んばんは、篠宮夏樹です。ここは山陽電車東須磨駅になります。今日はね、東須磨駅を見ていきます。よろしくお願いします。さて、現在ね、東須磨駅なんですけども、バリアフリーの対応に向けてね、工事が始まっております。まあ、始まっておりますと言ってもね、始まっていたのはまあ去年から始まっておりまして、令和3年のね、9月から始まっているようですね。令和5年の3月まで工事やっているようなんで、まだまだ時間はかかるような感じです。こちらの方にね、まあ図があるんですけども、どうやらホームのね、真ん中あたりにエレベーターがついて、教場駅舎の部分もね、エレベーターホールができるんですね。かなり大きな工事になっているようです。それではね、駅の周辺からね、見ていくことにします。それではね、東須磨踏切の方を渡っていくんですけども、こちらの方、東須磨車庫なんですけどね、今日は特に何か止まっているというのは今のところはこちらからは見えないですよね。はい。で、こちらの方ね、まあ現在回送の方がホーム入ってまして、また折り返しで出発するんかなと思います。こちらの方からは何か工事の様子はわからないですよね。で、ちょうどね、右手の方には東須磨小学校がありまして、こちらにはね、行政駅舎に向けて、階段がね、こちら側と向こう側にもね、あったと思うんですけど、どうやらね、こちらの方にエレベーターがつくようで、階段はなくなっていて、足場がね、できていますね。なかなか立派な感じですけども、どんな風になってるんでしょうか。こちらの方はね、資材置き場になってるようで、ちょっとね、逆光で分かりにくいかもしれませんけどね、行政駅舎の部分がちょっと壁が取られていて、足場がね、できてます。ちょうどね、この辺りの部分なんか壁が取られているのが分かりますよね。で、エレベーターがここと、ホームのね、どうやらこの辺りにもね、できるようですね、エレベーターの塔がね。ちょうどホームの向こう側にも工事の跡がありまして、まだこっちの教場駅舎の部分はね、特に何かこう穴が開いてるとかね、そういうのはないようですが、ホームはね、工事が始まっているようですね。ここ屋根取られてますよね、そういえばね。はい、地下道を渡りましてね、ちょっと上りホーム側にやってきました。ご覧のようにね、教場駅舎の部分はまだ、こちら側はね、穴開いてるんですけどね、この辺はね、まだ何もなってないですよね。さて、それではね、教場駅舎の中の部分はどんな風になってるんでしょうか。ちょっと見に行ってみることにします。それではね、教場駅舎の部分に入っていくことにしましょう。こちらの階段を上っていくと、正面にはね、駅の事務室なんか券売機もあったのかなという感じなんですけども、今ちらっとね、シャッターが見えてますが、こちらにあった飾りなんかはなくなってまして、券売機もね、移動になっているようですね。確か図を見るとこちらの奥にエレベーターができるような感じになってましたけども、まあそのためのね、工事ということで、この事務室移転になるようですね。まあ正面にある改札はね、変わってないんですけど、こちらなかなかね、大きな工事になりそうですね。こちらが移転した事務室のようなんですが、なんかね、仮設っぽいんで、高級的な事務室になるのかどうかはちょっとね、わからないですね、この感じ。まあ昔売店のあったとこですよね、ここ。
で、こちら側通路奥にはエレベーターができるところを壁にね、まあ、穴が開いて工事が進んでいるといった感じです。こちら側の階段はね、まあ、そのまま残るかなといった感じですよね。全体はこんな感じになっています。まあ、かなり大きな、ね、工事になりそうですよね、この教授駅舎の部分もね。それでは駅の中に入っていくことにしましょう。こちら駅の事務室ではね、まだ片付けをしている駅員さんなんかもいらっしゃいました。まずは上りホームからです。さて、上りホーム正面にね、工事の囲いが見えますけど、どうやらまあこの辺りにエレベーターの柱ができて、この屋根がぶち抜かれて、正面に見えるね、下りホームのような感じのようになるんですかね。で、図を見るとエレベーターの通路なんかは線路の上にできる感じっぽいんで、まあ、結構ね大きな工事になりそうなんですが、このホームこちら側は特に工事の影響はないのかなといった感じなんですけども、まあ、振り返るとどうやら教授駅舎の下の部分は工事の囲いが若干まだありますんでね、なんか変化があるのかなといった感じですね。それではこの新しくできた事務室の裏を通りまして、下りホームの方に行ってみることにしましょう。トイレのあたりはまだ何も変わってないような印象ですね。まあ変わらないんでしょうけど、トイレもね一緒に変えたらいいんですけどね、綺麗にね。で、こちら下りホームは若干上りホームよりも工事が進んでいるような印象でした。屋根が取り払われていて、こちら囲いの中だけではなくホーム上もね、いろいろこうカッターで切ったなというような跡が見られました。こちらホームの先はあまり変化がないんですが、上り下りのこのね、工事の囲いの下、ホームの下の部分もね、何か工事を当然するんでしょうね、エレベーターが作るだろうと思うんで。で、教授駅舎のこちら真ん中部分に通路ができて、2本のエレベーターと連絡するような感じになるようですね。この線路の上もね、通路ができるというような感じのようです。この東須磨駅、昭和40年代にできた教授駅舎、今見ればちょっと古いなという駅なんですけども、エレベーターがついてちょっと新しくなりそうですね。今回の動画は山陽電車東須磨駅の工事の様子をお届けしました。こちらもね、ゆっくりとですが工事は進んでいくと思いますので、たびたびね、これから訪れてみようと思っております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。